ベルデグリーンは日本の競争馬。主な勝ち倉に2013年のオールカマー、2014年のアメリカジョッキークラブカップ。2010年12月25日、中山競馬場での2歳新馬戦でデビューし、一着。その後しばらくは若葉ステークスを挟んで500万した条件クラスで、なかなか勝てず、2012年2月の東京競馬場での500万。 下条件戦でようやく2勝目を挙げる。1000万下条件クラスに昇級も2戦して勝てず500万、下条件に高級し、高級後4戦目の2013年1月に3勝目を挙げると、1000万下条件の調布特別、1600万、下条件の上層ステークスと特別戦を連勝して、3連勝とした。3連勝の陰には、 これまで良くなかった爪の状態が改善したことが挙げられている。重傷初出走となった新潟大賞店こそ10着に終わったが、秋初戦のオールカマーを9番人気で制して重傷ウィナーとなった。その後出走の天皇賞、有馬記念はそれぞれ8着、10着に終わったが、2014年初戦のアメリカジョッキークラブカップでは、サクラールディと フェームゲームとの接戦をものにして、重傷2勝目を挙げた。中山記念後お着の後短く休養し、地蔵にメンバー手薄の可能性と想定されていた宝塚記念に出走し、レースでは12頭立ての再位に終わった。宝塚記念後は放牧に出されていたが、8月2日に放牧先で腹板を発症したため、 ミホトレーニングセンターの診療所に搬送されて、翌3日に回復手術が行われたが、腸全体ががんに侵された末期の状態だったため、予後不良と診断され死亡した。後半の主戦機種だった、田辺博信や長教を担当していた、長教助手の美ノ和リによれば、アメリカジョッキークラブカップ勝利後から、筋肉の針が落ちていく傾向があり、中山記念と宝塚記念の結果にも首を、 かしげていたものの、ガンで死んだことによって、ようやくがテがいったという。管理していた、アイザーも死亡直後や、後年の平松里氏の取材に、我慢していたと推測し、旧社ゆかりの梅のファイバーの血統から出た、重症ウィナーの死を痛んだ。以下の内容は、ジャビスサーチ、netkeiba.com に、基づく。ありがとうございます。